区内の区立公園などにあるコミュニティガーデン。コミュニティガーデンを管理しているのは、区に登録している地域の方々を中心とした団体です。皆さんは定期的に活動を行い、地域の環境美化、花を育てる喜び、仲間などとの交流を楽しんでいます。そんな地域のお庭、コミュニティガーデンを見てみましょう。こちらは豊洲6丁目第2公園にある豊洲おもてなしガーデン。運河沿いに続く散歩道や新交通ゆりかもめを望むロケーションの中、彩りよく植えられた植物たちが道行く人々の目を楽しませています。後ろ側が宿根草って言って、あまりこうお手入れを必要としてないような形のものを最初の形から植えているので、その辺が本当に季節によっていろいろ変化していくので、お花がこう寂しい時期でもガーデンとしては綺麗に整っているかなと思っています。で、前面の方が一年草を毎回年2回植え替える形でやっていますので、ちょっとそこはテーマを決めて皆さんでお花を決めて植え替えるという形にしています。なるほど。これからどのようなテーマで植え替えが行われるのか楽しみですね。豊洲おもてなしガーデンは2019年に行われたガーデニング講座の受講生を中心に今年4月から活動を開始。毎月第2金曜日の午前に活動を行っており、どなたでも参加することができます。みんなに見てもらえる花をこう育てるのって楽しいですよね。で、自分ももちろんこう花ね、手入れしたりとかして花も知れるし癒されるしって感じです。やっぱり花からこう元気をもらうことでしょうかね。花を見ててやっぱり癒されますので、たくさん元気もらうとやっぱり嬉しいですね。この地域の皆さんに、こう憩いの場っていうんですかね、はい、少しでも喜んでいただければ、はい、何よりだと思ってます。この辺人通りも多いですから、本当に歩いて見てくださる方がこう元気になったり癒されたり、それこそ今この咲いているお花、今回のテーマは、ちょっと元気にビビッドにっていう、そういう形で割とカラフルなのを植えてるので、そういうのを見て皆さんが楽しんでくれるガーデンになればいいなっていうふうに思います。元気で生き生きとした草花が臨海部の景色を彩っています。ゆりかもめが走り水辺も近いということで、ロケーションがいいのでたくさんの人に見ていただけるガーデンかなというのと、あとはもう四季折々綺麗な花を咲いているので、それもいいかなと思います。まず本当に皆さんが楽しく継続をしていっていただいて、新しいメンバーの方も増えていけばいいかなというふうに思いますが、なんか思いがけずなんかこういうグループに入ったんですけど、やはり地域のこういった場をきれいにして住民の方の目を休めてるのかと思うと結構充実感ありますね。結局土作りのことがすごく重要ということで、生き生きした植物を増やしたいなと思っています。お花ってこんなに綺麗だったんだなって感じてます。江東区に緑が増えてくれれば、あと花友が増えればいいかなって思ってます。豊洲おもてなしガーデン、見に来てね。
知らぬ間にカボチャがぶら下がり、いつの間にかゴーヤが生い茂っている。植物たちにとって楽園のようなこの空間は、その名も辰巳緑基地。辰巳2丁目の辰巳の森緑道公園内にあるコミュニティガーデンです。たまたま植えた種がなんと知らないうちに芽が出ちゃって、それを育てたら一面にカボチャができました。辰巳緑基地は、元は区立公園の花壇などに植える草花の苗圃、つまり花の苗や球根類を育てる畑として、緑の供給基地の役割を担っていました。そう、最初は育成して皆さんにお分けしていたんですよね。今は皆さんおのおのにお花いただいて、ね、育成しておりますので、必要な方たちだけにはお分けしているんですけれど、今夏場ですのでね、ご覧の通りこういうお花しかないんですけどね、これからだとチューリップとか春先のチューリップとかなんかございますので、そういうのお花とか植えたり。広い敷地では木工バラや皇帝ダリアなど大柄の花も育てることができます。現在辰巳緑基地のメンバーはおよそ10人、毎週水曜日の午前中に活動。この日は枝の剪定や雑草取りなどが行われました。もう1週間ですごいすごいですね。ここだとこの間取ったばっかりなんですよ。追いつかないです。草に負けちゃいます。これが花が咲いて綿の原料となる綿花もあります。ここに白く垂れるんですよね。すでに開いているものもありました。日が立たないからダメなんですよね。お花咲いて綺麗だなと思うよね。作業の苦労も咲いた花を見れば忘れてしまうそうです。健康じゃないですかね。草むしりして毎週週一遍で緑の中で体を動かすことが健康維持にも役立っているようですね。他の人に会うと、母さん若いな、なんて楽しいっていうより、まあ自然との触れ合いみたいなもんですよね。多少でもこう綺麗にしとけば、みんな あそこ結構綺麗に花咲いてますよねって言われると気分いいですよね。結構草むしり好きなんですよ。この土と戯れるっていうんですか、育てるところが仕事なんですけども、その周りをね助けてあげるのも仕事ですよね。草がボーボーだと入られないし、だからその草むしりも楽しいって思ってますね、いつもね。体を動かしてで時々お話ししたり、そういうのがやっぱり人とのコミュニケーションですかしら、結局はね。緑豊かで自然度濃いめの辰巳緑基地、作業後の団らんも楽しみの一つです。ここに来る道を週一度なんですけど、それが楽しみで来ておりますのでね、まあ生きがいみたいなもんですね。区内のあちらこちらにあり、四季折々いろいろな花が咲き、地域の人たちに安らぎをもたらしているコミュニティガーデン。庭いじりができる、交流の場であるなど、いろいろな楽しみがあるコミュニティガーデンは地域のお庭です。眺めるもよし、活動に参加するもよし、身近な花壇はあなたの生活により潤いをもたらしてくれることでしょう。